9月に入って最初のゲームです。2018明治安田生命 J1 リーグ第25節、清水は5戦勝ちなしから抜け出して今シーズン4度目の2連勝を狙います。対する仙台はリーグ戦3連勝から前節黒星、ホームでの連勝を3に伸ばしたい今日の試合でもあります。そして仙台はプロ6年目の八須賀浩二が8月19日前回のホームゲーム第23節ガンバ大阪戦で J1 通算100試合出場を達成しています。さあ、その仙台のスタメンとフォーメーションです。ゴールキーパーは日本代表に選ばれましたシュミット・ダニエルです。最終ラインは平岡、大岩、そしてアジア大会に出場している板倉に代わって椎橋が左のセンターバックに入ります。右のウィングバックは八須賀、ボランチは富田と奥野です。左のウィングバックに関口、前3人は阿部、野津田を通シャドウ、ともに怪我からの復帰のゲームとなります。そしてワントップに石原と予想してみました。では清水のスタメンとフォーメーションです。ゴールキーパーは古巣相手になります6番です。最終ラインは4人、右に飯田、センターバックにファンソッコとフレイレ、左に松原が入ります。中盤も4枚、右に金子、ボランチは白崎と河合、左にミッチェル・ドゥークが今日はスタメンで名を連ねました。ツートップには今シーズン初スタメンとなった長谷川、そしてここまで5つのゴールを決めているドウグラスがツートップの一角に入っています。得意のドリブル、シュートにタクランダー、6点を抑えます。あそこを仙台としてはワントップツーシャドウうまく使えるかということになると思います、はい、ここもしっかりと蓋をするようなディフェンス。仙台ファンソックです。また長いボール、今度はドグラスヘッド落とす、ここは流れていきました。ゴールキックになりました。今はこれ自分で判断したんですかね、触らないようにというね、はい、シュミット・ダニエル、今日はコーナーキックも蹴ります。野津田、ゴールに向かってくるボール、こぼれている、決めた、先制仙台、大岩が押し込んでいきました。仙台がホームで先制ゴールを挙げました。コーナーキック、セットプレーからのゴールになりました。今うまくプルアウェイして、そうですね、足で合わせていきました。マーク剥がしてですね、大岩の動き、はい、よく合わせていきました。落ちて飯田、右に金子、前節アシストがあります金子、一度下げる、ここから中高いボールを送ってくる、ドーグラスのヘッド、ゴールキックとなりました。ただ十分チャンスになりますからね。ドーグラスは呼んでますけどもね。さあ、また手を挙げる、そのドーグラス、体を入れた、収めた、ヒールで流す、長谷川か、ここはよく前に出ました、シュミット・ダニエルです。いや、この形ですね、清水はね、はい、いや、熱い攻撃ですよね。まだボールは清水、フリックして左へ、ミッチェル・デューク、角度がない、折り返してファーサイドにドーグラス、ここが押し込まれた、ドーグラスが同点のヘッド、追いつきました。華麗なる崩しから、そしてドーグラスの強さが出ました。5枚張ってるというところからでしたね。あ、そうでしたね。左にさばいて関口、中、石原には通らない、後ろから富田、収めた、ここに八須賀、切り返してシュートくる、枠には飛びませんでした。思い切ってあの位置からシュートに行きましたが、ここは枠を捉えませんでした。ドグラスは中央、蹴ったボールファーサイド、ドグラス叩きつけるヘッド、やはりこの
ドウグラスを狙ってきました。サイドを変える平岡、ハチスカ中に入れてきて、ジャメに届かず、ヘッド中野、そして石原、アディショナルタイムに勝ち越し、これで2対1、終了間際に押し込みました。中野、そして最後、中央で待っていました石原、体を預けるようにしてヘディング、2対1にしました。ドーグラスとは全く違うタイプですけども、確かにストライカーですよね。ですね。前に送る、裏には抜けられない、ドーグラスが寄せる、シュミット・ダニエルが蹴り出す、ここで試合終了の笛が鳴りました。仙台アディショナルタイムに勝ち越して2対1、勝ち点3を得ました。